の本当休む勇気ですね、僕にとっては、うん、休む勇気でしたよ。やっぱ朝なんでまだ静かですね、いい感じです。はい、ということで名古屋の境に来ました。まあ、もう仕事とかやることは終わったので、じゃあ今から東京に帰ります。あ、でもせっかくなんでなんかのんびりしていきましょうかね。ね、ハトちゃん、はい、のんびりしましたので帰ります。帰ってきました。いや楽しかったです。はい、ということで大阪名古屋出張が終わって今帰ってきたわけなんですけど、ちょっと2時間ぐらいというか、まあ、あの荷物が届いてそれを受け取ってから早速明日に向けて準備を始めたいと思います。とりあえず動画をアップしましょう。はい、アップ完了です。いやー、それにしてもやっぱり家でパソコンやると快適なんですよ。なんでかっていうと、ニューロ光があるからです。あ、別にこれ宣伝じゃないんですけど、もうニューロ光は本当にお金使ってよかったなと思います。もし出ていただけたら嬉しいです。はい、終わりました。一旦とりあえず終わったというか、まあ、切りがいいところまで行きましたね。で、今21時14分なので、次のところに移動したいと思います。その準備をしましょう。結局書類の山を片付けることはできませんでしたけども、まあ、帰ってきたらやります。OK です、着きました。じゃあ、今から片付けというか、まあ、移動してちょっと汗も出てきたので一旦お風呂に入りたいと思います。明日は5時15分の電車に乗らないといけないので、明日は3時じゃなくて4時半に起きます。はい、なので3時間ぐらいしか眠れないんですけど寝ます。今朝の4時47分です。あと10分後に、この家出なきゃいけないんで、準備をしたいと思います。はい、到着しました、羽田空港です。で、今から飛行機に乗っていくんですけど、ちょっと荷物をですね、こっちに切り替えました。この中にパソコンだったりモバイルバッテリーだったり入れてます。なんで飛行機の中で快適に過ごせると思いますんで。テンション上がりますね、めっちゃすっきりしてますね。はい、ということで保安検査場を抜けてきました。で、次の出発までもう40分ぐらい時間があるので、かなり余裕持って行こうとできたので、今からちょっとスタバに行こうと思います。うん、あー美味しい。ホワイトモカ一番のお気に入りです。よし、じゃあ乗ります。いや楽しみ楽しみ。もろ翼の上に来てしまいました。なんか沖縄の海を映したかったんだけど、これ映せるかなみたいな。まあでも OK です。ガラガラです。めちゃくちゃ空いてます。ポークおにぎり並んでますね、めっちゃうまそうっす。うわー、はい、メンソーレー。じゃあ今からレンタカーを借りに行きます。おー、なんかそんなに暑くないですよ。全然、今曇ってるんですけど、そんな暑くないです。なんて言うんでしょう、気温が25度なんでむしろ爽やかって感じですね。
いやー、驚異的だ。今レンタカーの送迎バス出発する街なんですけど、いやー、なんかまあ、ちょっと空港でちょっと仕事をやったんですよ、うん、それでやるべきことをやってちょっとすっきりしたらなんかお腹空いてきましたね。うわー、全然人がいないですよ。やっぱ今平日なんで、そう、しかもやっぱ中途半端ですからね、ゴールデンウィーク終わって夏休みとか海の日もまだまだっていう時に、なので、いやー、多分今一番沖縄穴場なんじゃないですかね。いや、めちゃくちゃ懐かしいです。なんか前回僕沖縄に来たのが大学の卒業旅行でサークルの人たちと行ったっていう感じなので、まあ、僕はそこでメントレを覚えたわけなんですけども、初めて来た感じのぐらい新鮮さがあります、はい、しかも今回前回は那覇の方だったんですけど、今回名護の方に向かうので、まあ、全く新しい沖縄が見れると思うと楽しみです。いいじゃない。え、なんかまあまあ遠いですよね。どこ行くんだろうこれ。完了です。楽しみ楽しみ。よし、じゃあ今からレンタカー乗ります。いや、それにしても本当気温がナイスな気温ですね。ちょうどいいです。はい、ということでこっちに戻ってくるわけなんですけども、編集中のショッピンでございます。どうしたんですかショッピンさん、続きやらないですかっていうことなんですけども、次のやるべきことというか仕事というかが入っていますので、ちょっとこの辺で編集は一旦ストップしようかなというふうに思います。まあ尺的にもこれでぐらいでちょっとスパッと切ろうかなというふうに思ってます。とりあえずこの動画では久しぶりのゴールデンウィークをちょっと満喫しに行きますっていうことがお伝えしたかったので、はい、まあこれが伝わればいいかなというふうに思います。で、久しぶりのゴールデンウィークってどういうことですかっていうことなんですけど、まあ、僕は会社を辞めて起業してこう一人でビジネスをやっているわけなんですけども、大体こう休みってないんですよ。なんか毎日が休みであり毎日が平日みたいなもんなんですね。なので自分でこうしっかりと休みを取らないと、もう延々に毎日毎日働き続けるっていう、そういう何かしら活動を続けるっていう感じなんです。で、僕は会社を起業してからすぐっていうのはもう目が開いてる時はずっと仕事をやっている、ずっと活動をやっているっていうことをやってました。なので、なんでしょう、休むことを忘れちゃう感じなんですよ。別にカッコつけてるわけじゃないんですけど、本当にこう周りから「え、休んでますか?」とか「大丈夫ですか?」とか心配される感じなんですね。で、僕の中では別に今楽しいことをやりたいことをやっているので、まあ、楽しいですよっていう感じなんですけども、ただやっぱ知らず知らずに無理をして、ある時風邪をひいたりなんか体調を崩して、そこで初めて休むっていうことが多かったんですよ。なので今回はしっかりと自分の中で休みっていうのを決めて、そこでまあ彼女さんと一緒に旅行に行ってきたっていう感じなんです。2019年半年も経ちましたけども、なんかそこでやっとこう羽を伸ばしたなっていう、まあ、そういう感じですね。じゃあ普段はこうキツキツでなんかストレスまみれでやってるんですかっていうと、そういうわけではなくて、やりたいことをやっているわけですし、全然苦じゃないんですよ。苦じゃないんですけど、ただこう羽を休めるというか羽を伸ばすというか、うん、普段からずっとこう仕事だけをやって根詰めてやっているっていうのも、なんかまあ面白くない人生になっちゃうのかなっていうふうに思いますので、やっぱその遊び心を忘れないじゃないですけども、こういう感じで本当休む勇気ですね、僕にとっては、うん、休む勇気でしたよ。明日からの動画ではもう本当に沖縄しか見せないっていう沖縄を満喫する動画をお届けできるかと思いますので、ぜひそちらは楽しみにしておいてください。で、あとですね、今回沖縄旅行でこれを持ってったんですね。新しくゲットしたこちら、はい、100% って表示されてますけども、こちらを持ってったので、初めて持ってったので、そのレビューなんかもできたらいいなっていうふうに思います。それはまた別の動画でシェアしようと思うので、それはそれでまた楽しみにしておいてくれたら嬉しいです。今回はその起業をして、まあ一人でビジネスをやっている僕が休む勇気も大切なんじゃないかなっていうのをお伝えできればいいかなというふうに言って、まあ、今回の動画は以上とさせてもらいます。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。例えば朝11時に起きると罪悪感を感じてしまうっていうのもありましたし、漫画をひたすら見る、アニメをひたすら見るっていうのはなんかだらしない人間になっちゃったんじゃないかなというふうに思うと思うんですけど、ただやっぱ自分がやりたいこと、自分が好きなこと、ワクワクすることであれば、別にそれは思い切ってやってみた方がいいと思うんですね。僕には最近それが旅行だったり遠くへ行ったりっていうことなので、僕はこれからそういったものに時間だったりお金だったりっていうのを使っていこうと思います。ただ僕の中での最近のポイントは、それを一人でやらないっていうことなんですよ。居心地がいい人だったり、僕が尊敬する人だったり、ワクワクする人たちと一緒にいろんなところに行きたいなっていうのがありますので、そこはこれからもどん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 ブラッシュアップをしていこうと思います。